アネの御親神文明の真実、行基菩薩童貞コニャンニャン行春雨の霊言、大川隆法。前書き。有色人種の中でなぜ日本人にだけ特殊性やものづくりの精神、勤勉の精神、神仏への信仰心が途切れたことがなかったのか。汚れを嫌い、心の清らかさや霊節、和の精神が生まれたのか。本書はこれらの源流を明確にしているだろう。日本文明はわずか3000年足らずのものではないのである。しかも150年ほど前に明治維新が起きて、西洋化、近代化が進んだわけではないのだ。本書では雨の御親神という方が宇宙から3万年前の日本に降臨し、現代日本文明の祖となったこと、中国文明の祖ともなったこと、ムー文明やアトランティス文明にも影響を与えたことが明らかになっている。古事記、日本書紀以前の発末体や竹の内文書に出てくる雨の御親神は本当に実在したのだ。2021年11月16日、幸福の科学グループ創始者兼総裁、大川隆法。